はい、ね、まあ、なんか持って帰って、内ポケットに入れて持って帰って、食べてない人、めちゃリッと食べてない人、食べてない人、それとかこれより新方法記念祝賀会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 を開催いたします。それでは室井さん、乾杯の温度をよろしくお願いします。本日おめでとうございます。乾杯。乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯。乾杯。食べれるなんてめでたいですね。これありがとうございます。本当にあのめでたいあるんで、はい、お酒を飲んで、そしてあの食べてください。ね、パンもある。いやあるし、お腹が空いたな。子もあるし。食べよう。食べてください。カツカタリの風味もあるじゃないですか。いや持ってきてくれたの。ありがとうございます。いやめでたいですよね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。もうなんか。めでたい。めでたい。本当に、ね、この一言ですよね。そうですね。めでたい。一言しかないですね。一言しかない。もうなんか余計なことはもういいっていう感じです。もうめでたい。めでたい。これ何それ。それはなんか海賊さん。めでたいものが入ってます。それあれですよ。めでたいものが20個ぐらい入ってます。開けていいんですか。いいですよ。じゃあ判断。これあの、はい、それ多分何でもないんじゃない。電車の中で作ってきました。森下さんが来られる。やった。やった。めでたい。めでたい。森下さんはあのベロベロに酔っ払って来るぞって言ってました。昨日会いました。いいニュース。昨日。今夜で。はい。あの買ってきましたね。音楽セミナーのなんか1970年代のやつ買ってきました。ちょっと人の買った本言うな。あんまり良くない。音楽セミナーは松田豊の愛読書だ。あ、うん、そうなんですか、うん、そうなんですか、すげえ。すごいですよ、ね、でていうか松田豊があの長野県で数学の先生とかしてる、はい、先生なんですよ ね、 ね、高校か中学かなんかの確か夜間の教師、教師夜間、あ、夜間だな、うん、そしてそれで君たち、君たちのことを考えるとね、いや、諸君、そんないい、いい人ぶりなの。いい人ぶり、いい人ぶりなの。すげえ。数学セミナー、アイドル。あ、アップロード。あ、僕は、僕はあの、ツイート。いや、めでたい。めでたいよ。こんなんでいいのか。今 4回目ですか。入ってる？ 1,2,3,4 あ、なんか作っていい。チーズに挟んでみます。チーズ挟んでみます。ハミチーズ、サーモン、サーモン入れたい。このチーズ美味しいです。あ、そうなんだ、うん、じゃあこれとめでてぇ出会った頃からこういうノリでした。めでてぇ。めっちゃくだらない人なんだよ。日本人主義ゴリラ宣言。ありましたよね、うん、あれ結局誰もやってないんですよ。これは実現してないですよ。方法主義が強いのでそれにかなうのはゴリラの強しかしかない。それに対して石井さんはバカじゃないの。あ、無法法主義ゴリラ宣言。ああ、だっけそんな無法法主義でしょ。誰もやってない。無法法主義の
旧方法終わりの時も、永田さん今後どうするんですか？不法法主義ですかね。本当に冗談愛して言ってたけど、まあ、記録には残ってないです。あんま残すものじゃないですね。あとツイッターもないから、ね、記録に残ないですね。ツイッターくだらないこと言っても全部残っちゃいますから。水録がないと残んないけど、水録やってれば残せます、ね、でも残んないですか？ツイッター残んないんじゃないですか？なんか検索できない。あ、検索はできないんですよ。ただどっかには必ず自分の発言は最初から全部保存されてるはずですよ。でもアメリカの検索できない。アメリカの図書館に収蔵されるらしいです。そうなんだ。あ、なんかあります。そうなんだ。うん、多分あるよ。ニューヨーク図書館。会社、多分あるよ。え？多分食べてんだよ。レタスにしてくるの？レタスがいいの？うん。でも食べてないんじゃない？そうそう。食べた。だってさ、変わろうか。いや、だって、なんでもない。え？映さないから。あ、映っちゃうからね。自分が持ってない。違うよ。今お腹いっぱいになっちゃったらさ、うん、っていうことで。そっか。お腹いっぱいにします。構わず。ええー。そのね、チーズめっちゃ美味しい。これ？なんかある食い入りです。うん。うん。このオリーブ美味しい。福田さんオリーブ好き。あのアンチョビ入ってる。福田さんもアンチョビ好き。うん、ありがとうございます。あ、された。じゃあ僕焼いてきます。だんだん慣れてきましたね。だんだん慣れてきましたね。大丈夫なんですか？慣れていいんですか？何になる？めでたいことはあれないですよ。いつだってめでたいはめでたいんですよ。そうですね。ね。めでたいはめでたいですね。ね。森下さん来ないかな。入れたいなぁ。映ってる。何かを食べてる。嫌だけど映ってる。そのタートル伸ばせばいいじゃん。ああ、襟を顔までやっちゃうだろ。いやだ、そんなの。目立つよ。いろんなとこにあんの、今日。あれ？これなんだ、そっちが。どこが映ってるのか全然わかんない。赤丸さんいない。ホットコーヒー。あ、今トイレ。今トイレ。赤丸さん消えてるもんだ。やっと来た。あ、やっと来た。食べてください。僕ね、これね、食べた。せっかく作ってきたのに。もうこのパン食べてない。これを食べて。これこのチーズつけると美味しい。アボカド。あ、そうなんですね。アボカド。アボカド。アボでしょ。これってどれぐらいつければいいの？好きなだけ、適当、大量に限りが咳込むとかないかな。これオリーブ、ね、あ、これ違うか、生ハムか。じゃあ、生ハムいっぱいあるかも。色も同じじゃないですか。色んで。キュウリ。
キュウリがいい。あ、キュウリ嫌い？嫌いじゃないですけど。葉っぱは？葉っぱになるからとかそういう。葉っぱってキュウリ好きなんですっけ？うん。あ、そうですよ。常にも右手持ってるから。それで葉っぱ巻きっていうの。あ、そうなんですか。なんでだろうってずっと思ってました。いつも右手に持ってるじゃないですか。え？そうなの？そうなの？それは知らなかった。カッパ見たことないのとか。知らなかった。いや、誰も見たことないですよ。イラストで。イラストでしょ。お前、耳から開通をやってたメンバーの人に、はい、次はまたバンドやろうと思って、はい、バンド名を決めよう。はい、カッパもあるんですよ。着火されてバンドができなかった。名前で割れたんですか。名前でダメだ。カッパはいいね。カッパもある。嫌だ、ね。言われた。言われますよ、そりゃ。なんで言われるんだろう。カッパもどっかでカッパもあるんですかね。カッパと何二つかほらアパマンとか結構あった時代だったから私はカッパマンですよ。アパマートとマンション。あ、そうなんだ。そうですよ。なんかアパマンってそうですよ。アパマンショップって何のことかとずっと、アンパンマンのイメージしかずっとなくて。アンパンマンは夜だの人じゃないですよ。アンパン、ヨルダン。何が私がそのアンテナだったんですか。ずっともうなんかアンパンマンっぽいじゃん。朝が来たからヨルダン。ヨル終わり。ダンはない。ダン終わった。ダン。知り合いがヨルダンの昼だ、ヨルダンの昼だって歌ってた。歌ってっていうのがめでたいですね。めでたいですね。行った時はでも一回は言っちゃいそうな感じですね。実際に。ヒルダンのヒルダン。だいぶ引きずりそうですね。うん、そうですね。後悔しそうなギャグみたいな。あの時どうしてあんなこと言ってたんだろう。ヒルダンヒルダンか怪人とかね、なんかいそうですけど。ヒルダン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 。仮面ライダー。夜だ、新方法の夜だ。めでたいですね。めでたいですね。シーンってなるとどういうかな。いや、これがめでたいんですよ。あ、そうですか。新方法。新方法。ここへめでたさを味わう。何回やるんだろうって。めでたさを味わう。ああ、噛み締める感じですか。うん。みんな感極まる感じ。そういう空気なんですね。うん。すみません、空気を。なんか塩なくてもオリーブオイルだけできますね。っていうのは気づいた。はい、健康的じゃない。そうですね。うん、キュウリも何も味付けなしですげえうまいよ。あ、うまいですね。なんかクワガタになった気分っていうか。クワガタは食わないんじゃないかな。クワガタスイカだよ、スイカ。スイカの側面こうやってやってこうやって。キュウリはね、スズムシ。スズムシ。あ、そうだそうだ。あ、昔そういえば、ねねね、カゴの中にキュウリポって入れてました。キリギリスは。キリギリスは買ったことない。でもね、キリギリスとか鰹節とか入れないとトモモイをするから。へ、ね、肉食なの、肉も。鰹節は肉って分かるんですね、見て。スズムシもそうだ。サビだけ鰹節を入れないと。でも虫に魚やっていいんですか。ねえ、わからない。自然界では絶対に食べないよね。え、ヤゴとか虫が魚食べてる。へぇー、ヤゴはトンボの幼虫。あ、マジですか。小学校の池にいっぱいいました。いたよ、近所の池に。小学校の池。
巨体だったから、そんななんか、あの野生のヤゴが生息するような水場なんてありますか。マジっすか。本当田舎だったから。新居浜だって、ね、小学校だった。松山だけど、東京でも山の方だったから。トドロキって、本当に山。松がある山です。竹が竹だった竹山松山に竹山があったね。あとはみかん。分かりにくい。みかん。みかん山でもない。竹山でもない。竹山じゃないです。春樹でも松山なんですね。竹山。しかもヤゴがいるんですね。ヤゴ山じゃないです。ヤゴ山じゃない。今ヤゴは可愛いですか。ヤゴ川です。ヤゴ川ですね。最近見ないですけど、ね。カマキリが出ただけで、うわカマキリだ。マジっすか。なんで玄関についてたりしましたよ。カマキリの卵が玄関で帰ったことがあって家中カマキリだらけになってすごい大変だった。そうそう、雲の子を散らしたよっていう言葉をカマキリに使いたい感じがある。でしかもさ、よこんな出てきたばかりのくせにみんななんかこんななってる。大人っぽい。大人っぽい。大人っぽい。カマキリもこうなってる。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 幼虫の毛にこんななってる。分かるよね。足がしっかりしてる。今リアリズム。リアリズムでしたね。なんか風が吹くと見えたから。筋肉ちゃんとしてるんですよ。俺の知ってるカマキリの卵をかえた瞬間はもうみんな早いみたいなイメージしてる。あ、でも、ね、脅かすとパッと止まって、止まった後でちょっと揺らすとそれが分かんない。ちょっと揺らすととかがおかしいです。セミぐらいでした。セミはどこでも見ますからね。ミニンゼミしか言ってなかった。ミニンゼミの方が立派ですよね。普通ミニゼミだらけで飽きる感じ、の中にミニゼミが入るとちょっと立派な感じになる。そうですね、普通はニニゼミだらけです。ずっとこう静かさやって感じで、ミニゼミ。静きさや。あの、羽が透明なやつって何ゼミでした。みんな、あ、いるんだ。うん、アブラゼミ以外みんなそうだ。あの、緑のやつは緑。帰ったばっかりじゃん。見ないよ。いや、本当にいる。帰ったばっかりや。違う。え、なんか本当にこういう緑。緑ゼミ。ここまで緑食わないけど、食いたことないですね。へ、なんか春ゼミとか、そうのイメージ。で、羽がすっごい透明で。透明でね、緑色のね、ボンが入ってるのはある。でもそれはミミゼミ。ミミゼミは胴体が緑色だから、それと混同してるんだ。全然わかんない。だから胴体が緑色だよ。こんな感じの。で、それにあの透明な羽がついてる。それがミンミン。もうそれがミンミン。ああ。何のアイドルか。なんかいますよね。いや、ミン竹縄だな。ミン竹縄ではございますが。ございますがね。ね。もうなんかだんだん悲しくなってきちゃって。ね、うん。このミンがいつまでも続くといいな。そうですね。そうですね。このめでたさ。ありがたいですね。うん、去るものは追わずですからね。追わずですね。止まります。なんですか。二と思うのは一と思えず。アブハチトラス。アブハチトラス。アブも棒に当たりですか。犬です。犬ですか。犬も歩けば棒に当たる。そうですね。うん、猿も木から落ちる。あ、落ちますね。工房も筆の誤り。誤りですね。あともう一つあるんですよ。カッパの川なの。カッパの川なの。カッパに戻ってきた感じで、あ、いいですね。大断面めでたい感じ。そうですね。さすがカイドウさん。ね。カッパカッパ。うん。さすが、それでキュウリ持ってきたんですね。ね。こうカッパカッパって感じで、こう馬がパカッパカッて走ってる感じですね。あ、そうですね。こうね、ババさんもいますね。うん、ちょうど。うん、いやでも僕ね、カイドウさんに馬を。
街道馬猿馬部も猿も。これにて新方法記念祝賀会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 を終わりにします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日は本当にありがとうございました。めでたかったですね。ね、もう名残惜しいですね。もうこんな時間かという感じですけど。本当ね、もう大変です。アブハチソラズで、大変でしたね。大変ですね。大変だけど、こういう大変さいつまでも続いてほしいですね。続いてほしいです。